でやっていきますね。寒い方が苦手で、暑い分にはそうなんですね。あ、なんかありました。大丈夫ですか。はい、はい、お仕加減いかがでしょうか。あ、大丈夫です。はい、ですよね。そう、うん、ちょっとお待ちください。一回ちょっとお顔上げてか。血の方が楽ですか。はい。あ、はい、じゃあ、やっていきますね。お願いします。はい。1日どのぐらいパソコンとかそういう目使う作業されますか。結構、まあ、最低度6時間ぐらいですよ。長いですね。はい、そっか。多分、あと平均的に言えば8時間。ああ、じゃあほとんど1日座りっぱなしですかね。そうですね。ああ、それはやっぱり腰とか首とか辛くなりますね。はい、あとカメラ操作してるときに下向いちゃうと、あ、はいはいはい、それもまたっていう感じで。そうですよね。あの、あれなんですよね、以前にもカメラマンやられてる方がいらしていただいたんですけど、ええ、やっぱその方ってテレビカメラされてる方だったんで、大きいのを肩にか担いでる状態だし、ええ、動いたりする時もこうカメラをぶらしててはいけないっていうので、うん、そうそう、すごいすり足みたいな、はい、これやっぱ独特 の、 その職業病的な。そうですね。はい、そう、完全に体も歪んでましたね。やっぱりそうですよね。うん、カメラの重さと自分の重さが一緒みたいな感じ。もうなんかもう毎、しかも時間も長いですからね、撮影時間が長い、ですから結構もうトイレも行けないようなとかよくあるみたいな感じでおっしゃっていて、もうやっぱりすっごい、まあ、忍耐っていうかね、すごい大変ですよね。すごい大変だ。そういうのに比べると今 YouTube の方が多分緩いっていうかね、うん、楽な部分ありますね。でもやっぱりやってることは近いから使わないカメラでこう集中してるとすごい疲れますよね。位置によってなんか下向いちゃったりとかが、肩甲骨の辺がやっぱりすごく痛い。うん、そうですね。まあ、似てくるんですね、このお子さんとこう、うん、やってることが近かったりとかあるんですかね。ちょっとあの反応独特ですよね。マジですか。そんなことないですか。言われないですか。なんか痛いとなると反応がもう素になってくるんですよね。
なんかすごい面白い。やっぱちょっと凝りが この辺は多いですね、はい、結構ビーンときますよね、はい、苦手な感じではないですか。あ、はい、苦手な感じではないです、はい、辛いですよね。はい、そうですね、やっぱり。めっちゃゴリゴリ。ゴリゴリしてます。でもまだあの筋繊維がこう、はい、そこまでね、あの固まってない、あの束感がもっとツルツルになっちゃう人もいるんですよ。はい、そこまでは行ってないので、凝ってるけど、まあ、ほぐれやすそうというか、まあ、はい、やればちゃんとその場でほぐれたっていうふうになりそうだなっていう。はい、多分前回もちょっとお背中問題させていただいているので、はい、その、 残りというか影響もあるかと思います。定期的にやってると凝りがひどくなる前に入れるので、うん、こうやっぱ何ヶ月とか何年ほったらかしみたいになっちゃうと、それはもうなんか無理無理ですね。そうなんですよ、なかなかほぐれ、本人もほぐしたいけどなんかもう触られるだけで痛いとか。あ、そんな風になるんですか。そうですね、なんかもうくすぐったいとか、感覚がもう、うん、受け付けなくなってきちゃうっていうのありますね。そうなんですね。もう体が緊張しすぎちゃうんですよね。こうごちごちに硬くなっちゃうと。結構今だともう指も入ってるので、はい、前回よりやっぱ良さそうですね。前回のがこう押された感じ鈍くなかったですか。かもしれないですね。多分前回頭もすごかったですよね、うん、あの頭が一番カチカチになってましたね。頭の印象が強いですね。そうですね、私も頭の印象強いですね。目使ってらっしゃる方はね、頭が硬くなりますね。うん、でも前回よりやっぱこう指が入る余地がいる、うん、そう動かせてるので、うん、音もそんなゴンゴンって感じじゃないじゃないですか、うん、これならまあまあいらっしゃる範疇の。いらっしゃる範疇。いらっしゃる範疇。あの、他にもいらっしゃる範疇ですね。あ、そうなんですね。そうそうそう。やっぱ、あの、前回がトップクラスで硬かったので。あ、そうなんです。手痛いっていう硬さがあったので。手が痛い。そう。なんか、鉄で弾かれるみたいな。そういう感じは今ないので。
ってても、まあ、凝ってるんだろうなって思われると思うんですけど、はい、でもこう、まあ、気持ちよさもあるぐらいじゃないですか。今そうですね、はい、前回ってもうめっちゃ痛いっていう感じでしたよね。めんちゃんも痛い痛いしかないぐらいの感じでしたよね、はい、だからまあやっぱり良くなってるんですよね、はい。このぐらいのこう動かせる余地は欲しいですからね。はい、はい、座ってください。頭いただきます。お疲れ様でした。はい、ご気分いかがですか。めっちゃすっきりすっきりしました。よかったです。こう肩を動かしたりとか、あの足上げ下げしてみたりですとか。そうですね、足は本当にすっきりしてる、はい、足すっきりしてる。はい、そうですね、だいぶ、うん、あれも食いも、うん、やっぱり、はい、上下にしやすいです、はい、あ、よかったです。結構あの短時間でも重点的に過ごしたりですとか、はい、間空けずにいらしていただいてると結構効果も出やすく持続しやすくなりますので、はい、またぜひ、はい、いらしてください。ありがとうございました。